群馬県立高崎高等学校、群馬県立高崎高等学校、群馬県立高崎高等学校、群馬プリーフェクチャー高崎ハイスクールは、群馬県高崎市八千代町2丁目にある公立高等学校。全日制は男子校、通信制は男女共学である。通称は高々。通信制と全日制がある。設置学科は普通科のみである。群馬県立高崎工業高等学校の愛称、高校、高校と区別するため、高々、高々の愛称で親しまれている。ほぼ全員の生徒が4年制大学への進学を希望していることもあり、受験を見据えた実践的なカリキュラムで授業を行っている。補習については、奇数週土曜日に原則として、生徒全員を対象としたものあり、他にも、機会、早朝補習、放課後補習を設け希望者、指名者に対して行われている。授業時間は1コマ65分、土曜補習時は、同100分である。また、3年生の秋口からは、センター試験対策及び、志望大学別の模擬試験の予定が大幅に増える。理数系のスペシャリストを育成するスーパーサイエンスハイスクール SSH に文部科学省から指定されている。また、高崎高校独自の取り組みとして文系には2005年度、平成17年度より H クラス、ヒューマンサイエンスクラスが導入されている。なお、2012年度、平成23年度卒業生を最後に SSH の指定期限が切れたため、SSH に代わる SS クラス、スペシャルサイエンスクラが設置された。2016年度、平成28年度に SSH に再指定されたものの、SS クラスの名称は引き続き用いられている。1年次では、SS クラス、HS クラスの選抜は行わない。現在、2018年度は2年次。3年次とも SS1 クラス HS1 クラスが編成される。なお、HS クラスについては2018年度からの定員減少により2017年度で募集が取りやめられ、現2年 HS クラスが卒業する2019年度終了をもって廃止される予定。秋には1年生を対象に各分野の第一線で活躍する社会人を招待して、キャリア教育を行う社会人講師授業という行事がある。制服は男子校の伝統でもある金ボタン5個の黒爪襟学生服、標準学生服。校内に食堂はなく業者が来校してパン等を販売している。2003年度からいわゆる修学旅行に代替するものとして企業研究所大学訪問研修が実施されている。これは2年生全員が各地の企業、研究所、大学を訪問するもので、早くから生徒に研究者ないし各方面のリーダーとしての自覚を育てる目的で行われる。なお、2017年度を最後に、企業研究所大学訪問研修は取りやめとなり、その代わりとして2018年度からは、関西方面への修学旅行に変更となった。高崎高校と高崎女子高校ら13校。合同で SSH、SPP の一環としてアメリカ航空宇宙局、NASA、カリフォルニア工科大学、テキサス医療センター等に研修を行った。これは早期から研究の第一線で活躍する研究者に接することにより、研究者の夢を膨らませ、考え方を進化させ、グローバルな視野を持たせることを目的としている。2005年から群馬県の高校は、自校で入試問題の一部を作成できるようになったことを受け、高崎高校では、英語の入試問題の一部を自校入試として実施していたが、2008年度以降は実施していない。毎年、水蘭祭を6月第1土曜日曜、日曜日の2日間にわたって開催。本校は、毎年文化祭を開催している。水蘭祭は、毎年テーマが決められており、それに沿った展示、企画が準備される。近年では来場者数は1万人を超え、2018年には過去最多の 17,665 人を数えた。9月下旬に群馬県立前橋高等学校とスポーツで戦う定期選が毎年開催されており、2018年度で第72回を数える。会場は両校で毎年交互に受け持つことになっているが、体育館工事等で競技場所がない場合は、その限りではない。競技は一般対抗と部対抗に分かれており、一般対抗の主な競技としては、綱引き、玉入れ、駅伝、ソフトボール、バスケットボール、バレーボール、卓球、長縄、陸上競技、競泳などがある。特に綱引きと玉入れの2競技はかつて行われていた騎馬戦に代わるものとして導入された経緯を持つ。一般的な運動会や体育祭とは異なり、周辺住民や保護者等が観戦することは原則として認められていない。高崎高校の特徴の一つとして、学芸部の数が運動部の数よりも多いことが挙げられる。部活動所属率はほぼ毎年各学年が 100% を超えている。また部活動に準ずる実行委員会がある。水蘭祭実行委員会は4月から6月、定期選実行委員会は7月から10月の間が主な活動期間であるが、その期間中激務なために部には入らず、実行委員会に専念するとも多く見受けられる。両会ともに100名以上が所属している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。